先生、ちなみにその今やってらっしゃる作業というのは、はい、どういった作業になりますでしょうか。これは下絵が終わったので、はい、ペン入れの状態ですね。そのペンはこれですか、万年筆。いや、これはなんていうペンですか。こういう、はい、ものを刺して付けペンですね。これ太さがいろんなパターンがあって、ね、芯によって使い分けられる感じですか。はい、はい、インクをこうペン先につけるで、あ、そうですね、これにつけて、はい、ちなみにこのペン入れされる作業の時には基本この一つのペンでされるんですか。いや、いろんなのを使いますね、場所によって。太いところは太めなので、はいはいはい、だいたいまあこのペンですけどね。その左側にあるのがその、はい、まあ、メモというか。そうですね、基本の設計図ですね、はい、それ通りに基本こう進んでいくような感じですか。いや、そうでもないですよ。ここに、はい、書き始めてだんだん変わってきたりとか。そうですね、変える場合もあるし、はいはいはい、ちなみにこのペン入れをされた後に、うん、やっぱりこのページダメだみたいな感じでゼロから書き直しとか。あ、ありますよ。あるんですか、ね。まるっきりゼロはないですけど、まあ、ありますね。先ほどのその下絵には大体いつも何時間ぐらいとかかかるんですか、1ページあたり。まあ、1、2時間ですね。その絵の情報量によって。で、大体そのままの流れでこういったペン入れに入られて。そうですね。このペン入れ自体は、まあ、例えばこのようなページの状態だと、どのくらいの時間かかる？2時間ぐらいですかね。2時間ぐらい。なるほど。で、その後に、例えば、まあ、背景だとか、はい、トーンを貼ったりとかっていうところで、こうアシスタントさんの出番がこう入ってきたりとか、そうですね、はい、いう感じなんですよね。はい、やっぱりこうやって漫画を描かれる段取りの中では、その先ほど左に今ありますけど、はい、ネームと呼ばれるその設計図というか、そういったものを描くところが一番時間がかかるんですかね、やっぱり。そうですね。まあ、そうでしょうね、はい。原稿に実際に書いてないで、いわゆる構想を練られているっていうのは、大体その半々ぐらいとかですか、ペンを書く、こうやって原稿を書かれている時間と。そうやって設計というか構図を。いや、どっちの方が多い感じですか。話とかを考えてる方の方が、普段もぼんやり考えてますからね。ああ、なるほどなるほど、別に打ち合わせとかじゃなくても、何かしらこう考えながら、そうですね、まあぼんやりですけどね。そういう時とかって何か思いついたらパパッとメモを取られたりとか。いや、僕取らないですね。あ、全然取らずに。忘れたら忘れたですね。じゃあ例えばそのメモみたいなそのものがなくて、ゼロからさっきの下書きって状態に入るときとかもあるんですか。ありますあります。そこから変わることも、僕の場合はそうですね、まあ、まあ、原稿に入ったときが一番、はい、勝負な感じですね。ちなみに今回はそのネームのところからは割とそのままいってる感じですか。これはそうですね。そうですね。たっと見た感じは。駒の、はい、形が違いますけど、それはもう描き始めてのインスピレーションというか。そうですね。はい、たまに原稿をこうくるくる回されるじゃないですか。はい、それをその描きやすい方向っていうのがあるんですか。描きやすい方向にしてるだけで、まあ描きやすい姿勢がこう、はい、横向いたりするとあ、まあ、正面から見感じで、はい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 、書いた方が書きやすいですからね。うん、そういった人間を書くときにそのポーズとかを何か参考にしたりとか、参考にする場合もありますけど、はい、あ、まあ大体自分の頭の中で、そうですね。
今回この作品 Z マンという作品の中で、はい、そのなんか特にこう思い入れのあるキャラクターとか何かこう例えば自分に似てるとかなんか そういったものってありますか特殊 なんか思い入れ思い入れですか。なんかこのキャラは、初めはそんなに出すつもりなかったけど、はい、ずっと使ってみたとかなんかそういうのって言いますか。それはあのアケミっていう人かな。はいはいはい、それはやっぱりあの作品を書いてる途中でだんだん展開として出していくのが、なんか重要な感じになってきましたね、うん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 。そういう登場人物はやっぱりコアな、キャラクターだけは連載当初に考えていて、だんだんやっぱり、いやいや、話の大筋はあって、はい、その細部の細かいことになってくると変わってくるんですよね、うん、だからあの人も大きな流れに干渉しない形でなんていうのかな、あの関わってきたんで、初めはそうでしたね。だけど結構それによってちょっと話がね、うん、変わったりとかする場合もあるんで、はい、まあ難しいですよね。まああの連載で原稿を書かれて、先生としてこのあのページはこう書きたかったから書き直したいとか。そういったことってあったりするんですか。すごい質問してるような気がするんですけど。いや今あの思い出せはしないけどあるでしょうね。あ、やっぱそうですか。ちなみにコミックスにされるときに、はい、一部こう書き足しというか書き直しとか、はい、といったものもされてるんですか。そうですね、あのなんか話が分かりづらいなとかっていう場合は結構そうしますね、はい。絵を足したりとかですか。うん、あの伝わらないかなとかって思う。そこは一番重要ですね。あ、なるほど。今夕方ですけども、夜中まで描かれて朝までっていうような感じで。あ、いや、もう朝まではできないですね。あ、まあ朝までやる時もありますけど、基本はあんまりやりたくないですね。ちょっと若い頃と違って無理は効かない。下書きです。